八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、ロリペッツ、イエーイ。こちら特に新しい商品ではないんですけれども、可愛いなと思ったので今日ご紹介したいと思います。こちらのパックは2パックということで、ロリペッツという動物が2匹入っている箱になっております。それが2セットですね。計4体のロリペッツが手に入る予定でございます。で、1匹はここにね見えているんですけれども、もうあと1匹どんな子が入ってるかはお楽しみっていうパッケージになりますね。それではまず1個目を開けていきたいと思います。まずパッケージはこんな感じで、動物がモチーフになってて耳がついてますね。両方ともワンちゃんモチーフかな。ここにピンクの子が覗いておりますね。シングルパックっていうものも売っていて、それは1匹しか入ってないパックになっております。裏がこんな感じ。ロリポップのお菓子でペットちゃんをおびき寄せたりできるよっていうおもちゃみたいです。何種類かペットがいて、ベストフレンド同士だとチューするよっていうおもちゃになっております。さあ開けていきましょう。どっから開けるんだ。特に開け口があるわけではなさそうなので、適当に開けていきます。はーいって書いて、絶対こうやって開けるんじゃないと思うけど、アメリカ式でいきたいと思います。まずはなんか問題があったらここに電話してねっていうカードと、ラインナップの紙が2つ入っててるみたいですね。ラインナップ一箱開けてから見てみましょう。そしてロリペッツの説明書ですね。電池式のおもちゃなんですね。それではどんな子が入っていたか見てみたいと思います。せーの、じゃん。ワンちゃんとゾウさんですね。面白い組み合わせ。これワンちゃんでいいのかな。ウサちゃんじゃないよね。ワンちゃんだと思います、多分。耳と尻尾がゴムですね。お目目が少しキラキラしてます。で、下がちょっとカタカタ動く感じになってて、これがスイッチかな？ワンちゃんの方も尻尾と耳がゴムっぽい感じになっていて、お目目がキラキラしてますね。この子はお腹が白色。そしてこれがおびき寄せるためのアメちゃんですね。めっちゃ硬い。すごい毒々しい色ですね。こっちもかなり毒々しい、体に悪そうなキャンディー。結構重たいです。じゃあスイッチを入れてみましょう。電池入ってるのかな。あれ、何も起きない。はい、説明書を読んだところですね、スイッチをオンにした後フラットな場所に置いてねと書いてありまして、この動画のセットで使っているのが絨毯式のマットなので、ふわふわしていたせいか動かなかったみたいです。なのでテーブルクロスに変えてきました。これで動くはず。動く動く動く。ちょっと待って、ちょっと待って、寝かせて。よし、じゃあ行きます。おお、この子たちベストフレンドなのか。お、ベストフレンドですね。チューする。お、かわいい。これでどうしたらいいんだ。あ、こ、ん？これでおびき寄せられるってこと。いろいろ試したんですけれども、このテーブルクロスでさえちょっと干渉しちゃうみたいで、うまく動いてくれないので、固めの下敷きみたいなシートを用意しました。よし、今度こそ。おお、こんな感じでおびき寄せることができますね。おお、こちらで。おお、こんな感じ。すごい。で、反対向けると嫌がります。ラインナップを見てみましょう。後ろがポスターみたいになってますね。で、あ、ここに入ってる子が乗ってるみたいですね。だから2枚入ってるんだ。このゾウさんの方の名前がスリックちゃんみたいです。結構いろんな種類がありますね。で、飴の形も4種類あるみたいです。このコットンキャンディーみたいな形がレアみたいですね。この子たちがレア。いいな、レアの子欲しいな。今回当たったのが、このスリックちゃんと、シュガーちゃんかな？こちらのシュガーちゃんになります。この二人でした。じゃあ、二箱目開けていきたいと思います。今回は、
ラインナップの紙が緑色と紫色でした。さあどんな子が入っているかいきます。せーの、えい、お、キャンディーが一個違う子が入ってますね。ウサギさんとネズミさんかな。青いウサちゃん、かわいいですね。このお耳とかがゴムなので動くときに揺れるのがかわいいですよね。それとパステルカラーのネズミさんの子もかわいい。そしてキャンディーの棒がブルーとピンク、かわいいですね。さっき見落としていたんですけど、ステッカーが入ってました。さっきの子たちのステッカーもちゃんと入ってました。これさっきのこのポスターのところに貼る用のステッカーみたいですね。さあじゃあこの子たちのお名前を見ちゃいましょう。まずは青いウサギさん。青いウサギさんはボリスっていう名前みたいです。結構かっこいい名前ですね。ネズミさんがメイプル、かわいい名前だ。メイプルちゃんです。この子はケーキポップコーストのグループの子みたいです。なるほど、これはキャンディーじゃなくてケーキポップなんですね。さあじゃあこの子たちも動かしてみましょう。いきます。えい、この子たちはベストフレンド、ベストフレンドですね。かわいいな、かわいい、めっちゃベストフレンドですね。おー、しっかりついてきてくれますね。あ、いろんな誘惑があるといろんな方向に行っちゃうみたいです。かわいいですね。これ磁石は電気関係ないので何もしなくてもくっつきますね。この別の箱同士で来た子たちはベストフレンドになり得るのか。あ、この子たちベストフレンドじゃない。あ、あー、惜しい。あー、ぷいってします。お尻にくっつくとちょっとムカデ人間みたいな。これはキャンディーで動かさなくてもたくさんいるとそれぞれの動きが楽しいですね。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。 See ya!